い、どうも、バモログフィールドチャンネルのバモくんです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、大好評いただいております、定年前50代から始める牽引免許不要キャンピングトレーラー講義ということで、第5回になりました。ありがとうございます。皆さんのね、キャンピングトレーラーが欲しいと思っている皆さんの小さな疑問を一つずつね、解決していけるような動画をね、作っていきたいと思っていますので、引き続きご覧ください。今日はキャンピングトレーラー、ユーザー車検の費用と受け方ということでお伝えしたいと思います。私はね、この今乗ってるキャンピングトレーラーを、中古で買ったんですね。買ってすぐの年に初めて受けて、もう一度2回目の車検を受けて、2回ユーザー車検を経験しておりますので、ある程度、正しいことをね、お話しできると思いますので、ぜひね、こういう感じで、キャンピングトレーラーのユーザー車検ってのは受けるんだよっていうのは分かっていただけると思いますので、参考にしていただければと思います。はい、目次。丸1、ユーザー車検はいくらかかるの。はい、丸2、ユーザー車検の受け方は。はい、丸3、ユーザー車検ではどこを見るのということで、一つ一つ解説していきます。はい、で、こんなツイートをしました。キャンピングトレーラー豆知識、ユーザー車検が安くて簡単ということで、ポイント、丸1、車検費用が1万6000ぐらいで済みますよ。丸2、検査ポイントがとっても少ないです。丸3、ただしキャンピングトレーラー独特のチェック項目がありますと。キャンピングトレーラーは、高級品、これは勘違い、実は乗用車よりもはるかに安く維持できます。ちょっとこれね、ツイートに誤字がありましたが、まあそういうお話をこれからしていきたいと思います。はい、で、本題に入る前にね、ちょっと自己紹介します。私はですね、車中泊20年やっておりまして、もうね、バモスでしょ。で、キャンピングトレーラー自走、キャンピングカー、自走式のキャンピングカー乗ったでしょ。で、今このキャンピングトレーラーになってるということで、ずっとね、もう車中泊で日本中ぐる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 回る、趣味をね、しております。で、これはバモス。これね、7年で23万キロ乗りましたね。後ろの席にね、荷台を作って、で、上に荷物、下に足突っ込んで寝るみたいな感じでね、旅をしてました。で、こっちがキャンピングトレーラー。これは、キャンピングカー。で、キャンピングカーは10年ぐらいに走りました。これはね、カナダ製のプレジャーウェイというダッチバンベースのね、5200のエンジンが積んであるね、もうモンスターのようなキャンピングカーでした。で、これがキャンピングトレーラープラスデリカード現状ですね。で、メロード390といって、牽引免許不要の中では一番大きい部類になってくると思います。家族4人でね、子供2人と妻と私で、旅をしています。はい、じゃあ本題に戻りますね。目次、1、ユーザー車検はいくらかかるの。2、ユーザー車検の受け方は。3、ユーザー車検ではどこを見るのということをね、順を追って説明していきます。はい、1、ユーザー車検はいくらかかるのということで、もうね、結論見せましょう。はい、これです。自賠責保険5100円、重量税8200円、車検費用が1800円、用紙代30円、代書費用1000円、で、合計16130円ということになります。自賠責保険というのは強制的に入らなければいけない保険ですね。乗用車でも皆さん入っています。で、これが、トレーラーの場合は5100円ということになります。まあ、トレーラー単体で、公道を走ることはないので、トレーラーに入っている必要があるのかというのは素朴な疑問がありますが、まあこれは強制保険で入らないと車検が受けられないので、5100円払ってください。それと重量税8200円、これは車の重さでかかる税金になってきます。これも乗用車でも払っているものだと思いますが、トレーラーは750キロ以下のトレーラーは軽いので8200円で済みます。で、この検査費用っていうのは検査していただく人たちに払う費用ですね。だからこれが車検代というか、実際工賃になります。で、あと用紙代、用紙を書くのに、事前にね、ダウンロードしてたりしてもいいんですが、その場で買うことをお勧めします。で、売ってるところはね、大体どこの、陸運局でもね、多分代書屋さんとか保険屋さんがあると思うんで、そこに行くといいと思います。まあ後でそこは説明します。で、代書費用1000円、これね、代書自分で書くよっていう人はいりません。なので合計16130円の中で代書自分で書きますっていう方がいれば15000円で済むと。で、この代書費用もまあお店によって違うのか陸運局によって違うのかちょっと分かんないんですけど、私が行ったところでは1000円でした。
はい、じゃあユーザー車検の受け方はということでお伝えしますね。これちょっとねポイントがあるんですよ。あの一応なんかいきなり行ってもね受け入れるっていう噂があるんですけど、混んでるところとかだと、多分無理なんで、事前にね予約が必要になるっていうのが普通です。で、後で後でというか概要欄に貼っておきますけれども、国土交通省自動車車検インターネット予約システムというホームページがあります。で、そこから、車検を受けるための予約を事前にするということになります。一回ね、このホームページにね、アクセスしてもらって確認しておくといいと思います。ちょっとね、ログイン ID とかが必要で、2年に1回とか忘れちゃうよって感じするんですけど、でもこの予約をしておくと、スムーズにね、車検が受けられます。時間制で予約します。で、まず、着いたらですね、必要書類を持って、必要書類は、その車検のホームページに書いてあるのを見ていただきたいと思うんですが、前の、今の車検書と、自賠責保険の証明書と、あと納税証明書、それと、あと用紙ですね。あと、ハンコかな。で、ハンコはね、自分で行く場合はなくても、一回忘れてったことあるんですけど、なくても大丈夫ですっていうことで、ドキドキしながら一回行きました。まあ一応持ってった方がいいです。で、それを持ってですね、行きます。で、まず最初に、まあどこ行っていいかわかんないんですよ。建屋がいっぱい並んでて、なんか A とか B とかなんかいろいろあるんですけど、まずは保険屋さんに行きます。なぜかね、そこの、車検場の中にね、保険屋さんの建物があるんですよ。で、保険屋さんに行って、保険、全部ね、書類を見せます、こうやって。はい、お願いしますって。で、そういう時にね、便利なのが、このバインダー。これね。これがあると、すごくいいんで、バインダーはね、絶対持った方がいいですね。それで、これを全部こうやって入って渡せばいいんで。で、書類全部これなんですけど、初めてですって言って保険屋さんに行きます。そうすると、保険の金額を、ピピピって計算しながら、あと用紙もピピピって用紙もいりますってピピピって計算しながら、いくらですって言ってくれるんですけど、その時に、あ、自分で書きますって聞かれるんで、ああ、ちょっとよくわかんないんで、お願いしますって渡すと、もう全部書いてくれます。もう必要事項全部書いてくれる。もうそれ何も書くことないです。一切。何も書かなくて大丈夫。それで、で、その後、どこどこの何棟に行ってくださいとか、A 棟に行ってくださいとか言われるんで、そこに行って、で、また、窓口の人に、すいません、よくわかんないんですけど、代書してもらいましたって、はーいって渡すと、ポン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 ってやって、はい、じゃあ何番に並んでくださいって、それだけ。それだけなんですよ。ほんと簡単です。もうそれで、書類はおしまいだし、その書類審査的なのはおしまいなので、本当にね、やることないです。1000円払った方がいいです。間違いなく。慣れてても1000円払った方がいい。初めての時は、一回自分で書いたんですよ。結構書くのめんどくさい。なんかよくわかんないし。だから無理せず、1000円払って代書書きましょう。トータルで1万6000円しかかかんないんでね。時間も無駄なんで、うん、それがすごくおすすめです。で、なんとかって LINE に並んでくださいって言われて、そこで検査を待つわけですね。で、その検査を受ける時のポイントがやっぱりキャンピングトレーラー、なのであるんですが、まあ、次の項でお伝えします。はい。検査はどこを見るのと。で、まず、車も全部、乗用車もそうなんですけど、事前にね、点検を、整備記録、定期点検整備記録簿っていうのがあって、それを、やっておいた方がいいんですね。で、これってね、法律で、いつまでにやりなさいとかないんで、車検の時に実はね、受けてなくても、この整備記録がなくてもね、受けられるんですよ。車検の後に整備しますって言えば、ああ、そうですかと言われておしまいなんですね。まあ、ただ、事前にね、用意した方がいいんで、インターネットにね、キャンピングトレーラー用のね、整備記録みたいなやつをね、ダウンロードできたりもします。あと、まあ、2年に1回ぐらい買ったところにね、見てもらってもいいのかなと思うんで、整備の値段はね、様々なんですが、2万円ぐらいかな。うちは払ってるような気がします。ちょっと忘れちゃったけど、でもそれが2万5千とかで、知り合いの整備士さんとかいれば安くやってもらえるかもしれないんで、一応、専門的な知識がなければ整備はしてもらった方がいいかなと思います。主にブレーキとかグリスアップだと思います。で、基本的に投稿類は普段使ってればついてるかついてないか分かると思うんで、まあ、ブレーキ関係ですね、そこを重点的に見てもらえる形になると思います。で、はい、まず、車検でどこを見るのと。で、流れとしては、車検場に行って、車検の検査のラインに並ぶんですね。何番に並んでくださいって。そうしたら、順番が回ってくるとですね、検査員の方が来て、で、指示してくれます。で、まず最初に見るのが、
ライトつけてウインカーつけてブレーキ踏んでってこうやってしよう、すっごい後ろの方なんで何言ってるか聞こえない窓全開にしてね、で、はい、ブレーキ踏んでくださいって言って、とか言いながら、やるんですよ。遠いから聞こえないの。10メーターも後ろだから、なんすかみたいな。で、やる。で、ブレーキ踏んで、カチカチってこう、はい、右ウインカーってこうやって、右ウインカーカチカチって。はい、で、ランプ、OK ですね。じゃあ、車体番号見ます、みたいな感じで。車体番号どこにありますかって言われるんで、車体番号は、大体トレーラーはフレームの、こうやって車を繋ぐとこがありますよね。これトレーラーがあったら、こっちが前だったら、こういう風になってて、ここで車繋ぐとこあるんじゃないですか。そこの、この A になってるところのフレームに書いてあります。ちょっとこれは写真貼っとこうかな。で、そこ、事前に確認しておいた方がいいですね。ここに書いてありますっていう風に、言えるようにしておいた方がいいと思います。まあ、慣れてる方は、自分で勝手に見に行きます。で、それと、あとね、これ、ここからね、人によるんですよ。はっきり言って、そこの検査場の、検査するレベル感によります。で、ただ継続車検なんでね、初回の車検で通ってることが分かってるんで、基本的に、キャンピングトレーラーとして水道設備があるかとか、あとベッドがちゃんとついてるかとか見る項目があるらしいんだけど、取れてるってことないでしょ基本的に。だからね、ちょっと中見せてくださいって、はい、OK ですっていうのが、普通ですね。でね、ただトレーラーキャンピングカーの基準として給排水のタンクがなきゃいけないんですよ。で、トレーラーって排水のタンクがない場合があって、持ってない方がいるんですね。だからポリタンクをね、持って行った方がいいです。排水、給水のタンクは大体みんなついてるんだけど、キャンピングトレーラーって排水はパイプから垂れ流しもできちゃうんで、いろんな方法でこうタンクを介さず排水できちゃうんですね。例えばホースで排水こう繋ぐとかね。で、そういう使い方してる人とか、買った時にね、排水のタンクない場合あるんで、ホームセンターと専用のタンク買うことないです。ホームセンターとか行って、適当なタンクをね、準備すると。で、それも持って、で、給排水にタンクありますかって聞かれて、聞かれる時と聞かれない時なんですけど、聞かれて、ありますあります、前に入ってます、見せましょうか、いいですいいですとか、そんな感じです。あとね、重要なのが、ここ、窓。この窓ね、横に開く窓なんですよ、こうやって。こういう風にね。わかります？こうやって。で、キャンピングトレーラーの窓ってこういうふうにこう、90度開いちゃうんですね。だけど30度ぐらいしか開いちゃいけないんですよ。車の窓って、横に開くやつは。だから、ワイヤーをつけて、開かないようにしておくことが必要です。で、これは、聞かれます。私は2回行って2回聞かれました。窓どうなってます？って。ワイヤーがついてて開きませんって言って、それも確認しません。だけど、ワイヤーをね、こう見えるようにしてて、ちょっと見えるようにこうつけておいて、ワイヤーついてるんで開きませんって言えば、そうですか、OK でーす、みたいな感じで、それでおしまい。で、あとは、じゃあどうぞ中入ってくださいって言って、ブーって中入ってって、下回りのネジの緩み見ます。コン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 って。あと、ホイールのネジの緩みも見るんで、ホイールキャップがもしある場合は、事前に外しておいてください。で、全部コン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 って見て、うーんって言って、スタンプポン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 って押して、はい、じゃあまた事務所で提出してくださいって言って、事務所にまたこのバインダー持ってって、はい、終わりましたって言うと、ご苦労様でしたって言って、ステッカーもらえます、車検の。で、それはナンバープレートに貼るんですけど、それでおしまい。わかりました。今、ざっと説明しましたけど、大切なポイントは、給排水のタンクがあるでしょ？あと、窓の開く角度の制限がある。それ以外は、荷物も下ろす必要ないし、ベッド、あります。当たり前。水道ついてます。当たり前。それ取れてるし、ないと思うんで。だ心配なのは、窓の開き具合と、給排水タンクがあるからですね。これだけ。今のところこれだけです。で、ちょっとね、気になる情報としては、ボートのトレーラーがね、なぜか重量を測るようになったという噂を聞いてるんですね。で、まあ、キャンピングカーは今のところ重量を測らないんですけど、結構荷物とか積んでると、車両総重量を超えてしまってる場合があったりもするので、まあ、今のところは大丈夫です。で、いざとなったら荷物を下ろせばいいのでね。うん。だそこで、車検の後に重量物をね、設置してしまうとどうかとかいろいろあるんですが、まあ今のところ大丈夫ですし、そんな噂もないので、まあまたその時にね、それは考えればいいでしょうということで、まあ簡単に言っちゃうと、今言ったように、扉の開く角度と、給排水、それだけちゃんと確認しておいていきましょうということです。はい、ということでまとめ。
トレーラーのユーザー車検はですね、だいたい1万6000円ぐらいで済みますよって代書屋さんを使って書く必要もありません、何もね。で、丸2、やり方としてはまず保険屋さんに行って代書、その前に事前予約して保険屋さんに行って代書してもらって、あとは提出をして車を引っ張ってって見てもらうだけ、はい、簡単。で、3番、車体番号の位置と扉の角度、排水タンクだけは注意してくださいねということで、どこを見るポイントっていうことですね。で、それだけ注意していけばもう終わっちゃうと。だからトータルね、まあ整備費用2万円でしょ、で車検にかかる費用が、1万6000円でしょ、3万6000円で済んじゃうんですよ。すごい安くないですか、トレーラーって。だから全然ね、高級品じゃないの、キャンピングトレーラーで。置いとけばこういう風にこう部屋として使えますしね、これはうちの家の前の駐車場に置いてるんですけど、部屋として使えますし、とってもおすすめなのがキャンピングトレーラーなんですね。はい、ということで、今日は以上になりますけれども、ただ走るだけで冒険になるキャンピングトレーラーライフ、ぜひ皆さんも、キャンピングトレーラーをですね、検討していただいてですね、一緒に旅に行きましょうというか、どこかでお会いしましょう。それでは、まだね、今日第5話なんですけど、6、7、8、9、10ぐらい行こうかなと思っていますんで、チャンネル登録していただいてですね、動画のアップをお待ちいただければと思います。もしよかったらグッドボタンも押してください。それではまた、ありがとうございました。バイバイ、バモ君でした。あ、概要欄見てね、いろいろ書いておきます。バイバイ。